悔しい、ずるい、見ないで、隠さないで。全部見せて。何してるの？体力作りに決まってるでしょ。さすがです。次のブライダルフェアにはクリスマスウェディングのプランも加えて検討しております。こちらのプランは割高で、お客様にご提案するにはさらに追加のサービスをつけなければ難しいですね。なるほど。今日までの準備は完璧だ。あの日の私とはもう違う。まあ途中からそんなような気はしてたけど。同じ会社の人とこういう関係になるっていうのも微妙だし、お互い忘れよう。いえ、やります、やるの、絶対に。今日はいろいろ準備ができてなかっただけだし。協定組もう。は？お互いにとって有益な協定。私たちは初めてを捨てるためだけの関係。この関係は二人だけの秘密。目標が達成されたらお互いに一切関わらない。名付けて脱未経験パートナー協定。どう？いいよ。では成立。じゃあ来週の火曜日同じ場所で。次はちゃんと覚悟しておけよ。童貞のくせに。私たちの奇妙でいびつな関係が間もなく始まろうとしている。とうとう私にこの日が来た。天樹さん。え？ビビってんでしょ。何言ってんの？素敵な男性から軽くご飯行くって誘われたけどこっちに来たんだからね。分かってる？デート断ってまでここに来たんだからね。軽くご飯行くって誘われたからってそれデートって言うの？デートに決まってるでしょ。とにかくさっき伝えた条件は守ってね。何度も聞かされたから覚えました。特殊なプレーは要求しない。恋人じゃないからキスはしない。あとまだ前置きあるの？20分くらい同じこと繰り返してるけど。あとまだ覚悟できてないんだ。できてるよ。
準備は完璧だ。でもいざとなると。おしゃべりはもういいから。今日は逃げるのなし。同じ未経験なはずなのに。悔しい、ずるい。隠さないで。全部見せて。綺麗だから。まるで体が自分のものじゃなくなったみたいだ。大丈夫？痛くない？大丈夫。無理だったら言って。すぐやめるから。私を優しく扱う仕草一つ一つに、まるで痛みを和らげる魔法があるみたいで。ついに卒業してしまった。頭の中がクリアになってくるほど恥ずかしさがこみ上げてくる。それに比べてあいつは。ちょっと、なんでずっとそんな余裕なの？上坂君本当に童貞？
ねえ。余裕あるふりくらいさせろよ。やばい、意外すぎる反応に不覚にも。キュン。つか服着て。え、来月に行うリゾートブライダルフェアの企画書を改定しました。営業部からの意見も考慮し、予算内に収まるよう調整してあります。完璧です。この予算でこれだけのことやれれば営業も文句言えないはずです。さすが凛子先輩。ではこれで上に提案してみます。今私自信に満ちています。何か終わってない仕事があるなら私に回してくれていいから。はい、おかげさまで好評いただいてます。ああ、この写真を待って。うわあ、なんかやっぱり意識してしまう。お疲れ様です。まあ初めての相手だし。初めての。天木さん。え、どうしたの。見られてた。まあ可愛かったけど。お世辞でも嬉しいです。今日はどうされたんですか。ホームページに載せるムービー撮ってほしいって言われて、それの打ち合わせ。ありがとうございます。なんか雰囲気変わったね。そうですか。変わったといえば昨日のあれくらいですが、そんなに色気が出てるのかしら。色っぽくなった。え、本当に出てんの。ごめんごめん、セクハラになっちゃうね。いえ全然、むしろ光栄です。じゃあもう一回ご飯誘い直していい。え、しつこいね、ごめん。いや、天木さんにはいろいろアドバイスもらったし、お礼したくて。どうかな。私でよければぜひ。よかった。じゃあ連絡先。はい。あ、私の QR コード。おっさんだからそういうの分かんないや。これじゃない方がいいか。失礼だな、俺もできるから。でもこの前、男だって誰とでも連絡先交換したいわけじゃないんだよ。オッケー。火曜日休みなんでね、もしよければ。はい、じゃあまた連絡する。よかったじゃん。え、別に。強がっちゃって。ネクタイ曲がってる。ちゃんと立って。
やば、緊張する。意識してんの？キスはダメだったね。